真珠湾攻撃に向かう岡田艦長座長の、加賀と、随格岡田自作8月13日から1942年6月5日、は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍少将。英天は、正五位、君三登校四級。石川県金沢市千道、小出身。金沢第一中学校を経て、 1914年12月、海軍兵学校を63番、117名で卒業。1915年12月、海軍将尉に任官し、防護巡洋艦、須磨乗組。海軍法術学校高等科で学ぶ。1921年12月、駆逐艦、桂乗組となる。1922年1月、 臨時航空術公衆部部員兼横須賀海軍航空隊付となり航空畑に転じた。同年11月、霞ヶ浦海軍航空隊部隊長に就任し、同空協官などを務め、1926年12月、海軍調査に昇進。1927年12月、大村海軍航空隊飛行隊長に転じ 霞ヶ浦空飛行隊長県教官、横須賀空付、欧米各国出張、横須賀空教官を経て、1932年11月、空母、加賀飛行長に就任。同年12月、海軍中佐に進級。1933年10月、立山海軍航空隊副長に就任し、海軍航空本部出資、航空本部教育部部員を歴任。 42期生の一選抜組に遅れること1年、1936年12月、海軍大佐に昇進し軍令部出資となる。海軍大学校で特殊学生として学ぶ。特殊学生は海大に入学することなく、大佐、中佐になった者の,の中から大臣が選考の上命じたもので、海軍内でも将来を期待されていた存在だった。西村昌司中将。 キラ・シ一中将、大森千太郎中将も特殊学生である。1937年1月の頃には同期生中における岡田の序列は21番にまで上昇していた。岡田の後には海軍省軍務局第二課長として積極的に日米海戦を推進した石川慎吾少将、戦艦、武蔵の初代艦長となる有馬薫中将。 第2艦隊参謀長として、冷手沖海戦に参加した小柳富士中将など、太平洋戦争で、名が知られる士官たちが続いた。同年8月、第23航空隊司令に就任し、県第3艦隊司令ぶつけ、水上規模艦、野戸旅艦長、空母、龍城艦長を経て、1938年12月から2年、10ヶ月の間、 海軍航空の総元締めである、航空本部総務部第一課長兼技術会議員を長く務め、豊田定次郎中将、井上成美中将と2代の本部長に仕えた。1941年9月、第一航空艦隊に所属する空母、加賀の艦長職を前任で同期生である、山田貞吉大佐から引き継ぐ。真珠湾攻撃はそれから2ヶ月余り後のことである。 1942年6月、ミッドウェー海戦にて、米空母、エンタープライズの艦爆隊 SBD ドーントレスが、放った爆弾が続けざまに命中する。空母、加賀への命中弾と燃料車の爆発により、環境が破壊され、中にいた岡田は戦死し、海軍少将に特進した。岡田は、海軍爆撃術の開発に当たった人物で、 爆撃の名手として知られた人物であった。霞ヶ浦海軍航空隊教官時代同部隊に勤務していた草加龍之介によれば、自己発生に対する予感が鋭く、発生前から騒ぎ立てて警告する上に、その警告がよく当たるので、なんとも薄気味の悪い男と表している。ありがとうございます。